社会人になったらな、なかなか会えへんし。ね、メイはまあ、あれだけど、うん、カナちゃんは全然会ってないな。そうなの。うん。うん。これ、これやばいわ。マジ？じゃあ私食べんとこ。なんでだよ、これ。なんで？別にキスする予定とかないでしょ。どうでしょう？で、あん。そう。ねね、彼氏できた。なんだよ、じゃあ食えんじゃん。え、今日もしなかったらどうすんのよ。いやいや、この店でそれはないでしょ。ちょっと待って、食べ過ぎやって。マジ臭い。ねえ、やめてよ。それ好きな子にやったら嫌われんで。いや、他の人にやんないから。この間見てん、テレビで。何それ、やる人カエル化ですなんだそれ。やる人あったわ。ちょ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 、でもそれ分かり合ってる仲だからやるんだよ。あ、そう。そうだ。あれだよ。何？友達以上、恋人未満みたいなやつよ。ああ、恋人未満？まあ、いや、恋人以上かもしれない。うん。なんだろうね、あれ。あれ、家族みたいな。うん。家族な？うん、家族か。え、じゃあさ、うん、もし私がさ、どうする？意味わかんない。いやー、もしやって何だっけ。いや、一回さ、真剣に考えてみてよ。やるだるいわ。なんか一旦、私が簡単なこと好きですって言ったらどうします？いやまあ変わらずニンニクは食うね。そういうことちゃって食べんなよ。何、どういうこと？だから私が、うん、今ここでさ、うん、好きです、付き合ってくださいってさ言ったらどうする？むずいな。なんで？いや、例えばよ、うん、俺が今35で結婚しますって言うんだったらありかもしれない。なるほどね。でも今付き合うっていうのはないでしょ、うん、ちょあれ なんだろうな、なんて言うんだろうな。じゃあ悪い意味じゃなくて、エロい気持ちになんない。はぁ、ねえ。いやいや、ちょその友達としては100点、うん、なんなら120点、うん、だけどその女として見れるかって言われるとね、ひどっ。普通に傷ついた。いやいやいや、傷ついた。でもそのあれでしょ、俺と寝るとか考えられないでしょ。どうかな。え、マジ？嘘やってでしょ。決まってるやん、そんな。だよね。だからもしもの話やって、もしもの話をしただけ。私が簡単に告白することはほぼないので、ご安心に。ほぼ。いや、何事も絶対はないって。そのことですね。まあ、そうね。うん。ないよね。ああ。今日は飲むわ。飲むべ。飲みべってやつ。飲みべってやつ。飲みべが今高くなったから。いいよ。飲む。わかったわかった。乾杯。はい、乾杯。どれどれ。食べてみますね。いや、これニンニクだよ。うん。どこと。うん。うん。でも美味しいけどね。